新年明けましておめでとうございますということで、じゃじゃーん、届きました。これはですね、モンスターキスの2万円の、福袋ね、これをね注文していたものが届いたので開けていきたいと思います。まあモンスターキスといえばね、小塚拓也さん率いるですね、まあ便利なコンパクトロットや、まあそれ以外にもね、モンスターキスのウェブサイトモンスターベースからいろいろな便利なね、釣りグッズが手に入っちゃうっていうことで、でそこの2万円分の福袋っていうことでこんな感じのね、箱に入ってきました。じゃあね、早速開けていきたいと思います。どんな感じでこういきますか。ちょっと初めて頼んでみたんで、さあ開封、あーはい、上側とかがいろいろ入っているんで、納品書とか書いてありますね。じゃあ一個一個ね見ていきますかね。いきますよ。まずはですね、これモンスターキャットスイムベイトですね。これね、釣り具屋さんで並んでんのとかもね見てね、タイミングで1個欲しいなと思ってたんですけど、実はまだね1個もね買ったことなくて、はい、まずはねこんな感じでモンスターキャットが入っていましたよ。お、これはねちょっと早速寒い時期からねこういうのねリザーバーで釣れたりしますんでね、タイミングで投入していきたいと思います。はい、モンスターキャット、はい、そしてこれは手ぬぐい、手ぬぐいですね。ナマズかな、雷魚かな、ジッターバグみたいなのも見える。すごいね可愛らしいデザインの、手ぬぐいが入ってました。これはちょっと使うと思うんで早速開けちゃいたいと思います。いいですね、こういうのね。はい、じゃあねちょっと広げてみて、いいですね。こんな感じの手ぬぐいが入っていましたよ。いやー、結構これは凝った柄ですね。大切に使いたいと思います。そして、はい、もう1個ねモンスターキャットが入ってまして、ちょっと色違いのねモンスターキャットがこんな感じで2つね入っていました。はい、で、どんどんいきますよ。でね、ここら辺でステッカーね、モンスターキスのステッカー、これ結構ね竿とかいっぱい持ってるから嬉しいな。何かこれねちょっとボックスとかに、早速貼りたいと思います。こんな感じのモンスターキスの、可愛らしいロゴのステッカーと、こっちはねシンプルに、白抜きのねモンスターキスのステッカーですね。でこういったのと合わせて、モンスターキスのこれは缶バッジも入ってましたね。こんな感じのね缶バッジ、これも何かバッグとかにねつけてみようかなっていうことで、でじゃあルアーの方いきます。ルアーのこれなんだろう。はい、こんな感じのねルアーが入っておりました。これなんだろう。かっこいいな。ちょっと開けてみますかね。いやちょっとねブラックバスとか、またシーバスとかとも違う、こう怪魚とかに効くよみたいなねルアーが結構ね入っているのかなってことで、はい、出してみました。こんな感じのねルアーが入っていましたよ。かっこよくないですか。早速ねちょっとタイミングで、投入したいと思いますが、すいません、ちょっとね事前情報が、何も入れずになんで、何か釣れそうなルアーが入ってました。シーバスとかに使ってみようかな。はい、じゃあねどんどんいきますよ。じゃじゃーん、これはねちょっと嬉しいな。バリバスのね、高級 PE ラインのですね、バモス、貝ってね書いてありますけども、これ超強力なねPE ラインね、結構ねお高いんで買うのをね躊躇しちゃっていたんですけども、このタイミングで一巻手に入れたんで早速ね、使ってみたいですね。しかも自分なんかはね好きなね5号ね5号のしかもね 130m 巻きなんでこれね6600円、なかなかですよ。この P ラインねものすごいね強力な、持ちのいい P ラインのはずなんで、これはね1回巻いたらしばらく使えるんじゃないかなっていうことで、バモスのね5号 130m 巻きのものね、結構高級めな PE ラインが入っておりました。はい、じゃあどんどんいきますよ。じゃじゃーん、これねモンスターキスとメガバスのねコラボのルアーですね、バトラックス。いやー、これもね実はね1個も持っていなかったんで、今回ね、こういった福袋のタイミングで、手に入るんじゃないかなということで楽しみにしていたんですけども、メガバスとですねモンスターキスの、ね、コラボレーションですね、トランスフォーメーションソフトプラグっていうこと、いろいろパーツをね、変更することによっていろんな使い方ができるよっていうね、こういったバトラックスが入ってたんで、これちょっと開けてみたいと思いますね。はい、こんな感じのパッケージに入っていて、おーすごいなこれね、リップはこんな感じのね、リップがついていて、でこうボディーもつんぐりむっくりなねやつに、こういったどんな魚が来ても大丈夫そうなこの強力な針がついていて、このね尻尾のところがねちょっとアイデンティティですね。ここでこれにもフックがついているんですけどもね、こう水を攪拌してくれそうなこういったテールがプリンプリンついていてのバトラックスね、これちょっと楽しみですね。使ってみたいと思います。これもね初めてね、手に入れましたね。そしてこれも嬉しいな、日本のね部品屋さんのですね、怪魚スナップですね。これねすごい強力なスナップ、いやー自分これ使ったことないんだけどめちゃくちゃ軸線が太くてね強力そうですね。昔ねトップウォーターメーカーのズイルからね、これの前身となるようなね形ね溶接したこのシンプルな形状のね、出ていたのかと思うんですけども、それがねズイルがなくなって買えなくなってどうなんのかなっていったら、このね日本の部品屋さんでね、同じようなコンセプトのねこのスナップが出たんで、ただこれもねなかなかですねお高めなんで、ついついね安いスナップを自分で使っちゃっているんで、今回ねこういった福袋のタイミングで手に入ってなんで、これねちょっと使ってみたいと思います。まあ秋のねこの白パターンの時期とかにね使ってみようかな。強度 70kg って書いてありますけどね、超強力ですね。はい、でちょっと楽しみだったこのねプラグね欲しかったんですね。バンニェイロって読むのかな、これバンニェイロって書いてありますけども、これトップウォータープラグねモンスターキスの、いやーこれがねちょっと気になっていたんで、これが手に入るってだけでもねちょっとね欲しいなと思ってたんですけど、バンニェーロね出してみますかね。はい、こんな感じのトップウォータープラグねバンニェーロ、結構ずっしりしてるんだなーって、カラーリングも超綺麗ですね。このシンプルな感じのカラーリングですけど結構凝ってますね。こんなオーロラみたいなのが入ってたりして、これまあトップウォータープラグですね。ペンシルベイトね、いろんな魚狙えちゃうよ系のペンシルベイトで、ここにねモンスターキスって入ってますけども、これがちょっとどんな感じなのかなってね、使ってみたかったんで、ブラックバスはもちろんねちょっとシーバスなんかでも、使ってみようかなっていうことでバンニェロ入っていました。そろそろね、終わりが見えてきましたが、ここでねこういう感じでまあこれを入れてくれるってことはこれめっちゃ釣れるんでしょうね。ダイワのチヌークエースね、このスプーンですね。まあどこでもよく釣れるよってことなんでしょうね。自分これ、使ったことないんですけども、実績が物語るその信頼性っていうことで、こういった感じのね、スプーンが入っていて、次がね、大取り最後になります。これねちょっと目玉の一つじゃないんでしょうか。じゃーん、メガドックのオリカラですね。モンスターキスオリジナルカラーのメガドック。いやーこれどんな色なのかなって気になっていたんで、これ超かっこいいんじゃないんですか。モンスターキスのオリカラのメガドック、これはねちょっとぜひ生の目で見てみたいということでね出していきたいと思いますよ。サイズは220の方ですね。大きいメガドックね。うわーかっけーなこれ。はー、こんな感じです。こんな感じ。これなんてカラーなんだろう。MK 伊藤って書いてありますね。こんな感じの名前なんですけど、 MK 伊藤でいいのか ITO なのかな。いやーこのなんだろう、お尻の方の、このレッド、こっちは伊藤ですよねこれね。この柄ね伊藤で、後ろがこういうねレッドになっているね、モンスターキスの折からね、ここにモンスターキスってねしっかり入っておりますが、いやーかっこいいなー。これねちょっとメガドックが入ってるよっていうことで、あ、モンスターキスの福袋買ってみようって思ったんですけども、いやーいっぱい入ってますね。しかしね高級ラインからねルアーもたっぷり入っていて。もうなんか福袋っていう感じで、これはちょっと大満足ですね。しかもこれね福袋買った時にこれねついてくるんですけども、はい、こんな感じのね手紙が、ついているんです。このね福袋のね最大級の目玉、福袋購入ありがとうございます。あなたの抽選ナンバーは077。抽選は、2022年1月8日の19時よりインスタライブにて行います。モンスターキスオフィシャルをフォローしてください。それでは当日お楽しみに。モンスターキス小塚吉田っていうねこういった手紙が入っています。なんとねこの福袋を買うとこういった、抽選番号がね購入者に決められてきてですね、でこの番号によってなんとね竿とかが当たっちゃうかもっていうね、そういった企画があるんですね。またこれ1月8日の19時よりインスタライブねモンスターキスの、インスタグラムで行われるっていうことで、そこで抽選、されるっていうことでね、楽しめますね。この先ね、ドキドキしながらお正月休みを過ごすことができるっていうね最高の福袋ですね。で見てください、この番号がいいじゃないですか。077ね、なんかいい感じじゃないですか。この番号077来いっていう感じでね。はい、というわけで、いろいろね、見てきましたけども、なんかやっぱ最近福袋っていうとね、釣り具屋さんで微妙になんだろう売れ残っちゃったやつをね人気ルアーにこう抱き合わせて、それでもってしかもあれこれ定価とそんな変わんないんじゃないのっていう金額でね売ってるような福袋が、まあ、自分の行くエリアではね結構多く見受けられるんで。で今回ですねこうやってもうメーカーが出してるよっていうね福袋ね、購入してみたんですけども、ちょっと大満足ですね。もう元は十分取れているし、さらにもうこれ竿なんか当たっちゃった日にはまあこれはね、全員にってわけにはいかないでしょうけども、どんだけお得なんだよっていうねこういった凄まじい福袋となっております。いやーちょっと来年もなんかあったの買おうかな。まあね自分はね欲しかったこのオリからのねメガドックにこの使ってみたかったバニエロかなこのトップウォーターとか、あとはね嬉しかったのは、まあ、こういった、高級 P ラインとかねここら辺なんかがもうがっつりねツボにはまってきていて、その他もねこれはちょっと使ってみたかったなーってルアーがね、いっぱい入っていたんですごいね楽しめる福袋だったなっていうことで、まあ今年は何かいいことがありそうっていうことで、この、勢いを維持したままね1月8日に突入したいですね。そんでもって、差を当てたいな。まあそこら辺のね、結果なんかも動画なんかでお知らせしていければななんていうふうに思いますけども、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はねちょっといっぱいあるんで、まあこちらねモンスターキスの2万円のね福袋、これを買ってみたところ何やらかっこいいルアーがいっぱい入っていたよ、大満足だったよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。